ドレスやんか、4万円ぐらいするの使ってるらしいで。なんか音こだわる人は。線ないのに4万円って音したら泣くしさ。なんか電波が嫌やねんな、なんとなく。ねえ、落ちたら泣くよね。片耳2万ってことじゃない？でも音が違うっていうね。もう聞こえたらいいやんって。まあね、何にお金使うか人それぞれやけど。ちょっと前のドラマ。何だっけ、不適切には程があるのドラマでも、うどん、耳からうどんが出てるってやってたやんね、イヤホンの。なんかすっごい遊ぶね。なんかこれ、キツツキ。キツツキの木のおもちゃ、木彫りのキツツキ。あれ意外と転がして遊んでるんじゃない？おはよう。ブラジル、ブラジルの人聞こえてますか？聞こえますか？おー、ブラジルの人聞こえますか？めっちゃキツツキ転がすやん。ほんまにブラジルやろか。私の針山、針の刺さってない針山で遊びなはれ。固めのおもちゃが好きみたいだね。そう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 。これなんか母親が作った針山やねんけど、かわいい。なんかパッチワークが母親好きで。かわいいね。飽きへんよね、これ見てても。全然飽きへん。なんかお腹がもうポンポコリンショー。お腹見た？なあ、なんかおかしい。もうポンポコリンやね、お腹が。イナバウアーできるぐらいあれやし、体柔らかいし。なっと山芋あったら欲しいな。山芋ってもう出てるかな。山芋ってなんか年末のイメージあんねんけど、お好み焼きには山芋入れたいよね。ずっと見ちゃう、本当に。